はい、こんにちは、波乗り三昧です。2019年4月19日金曜日夕方4時10分の仙台新港の波情報をお知らせいたします。波サイズ頭から頭半セットダブル近くまであります。それでですね、風はとても強い北西風が吹いています。今日は大潮周りで干潮が9時13分プラスの14センチ、満潮が15時34分プラスの1メートル18となっています。今日はですね、煙突前、から撮影しています。中央階段のちょっと左手あたりからね、撮影しています。で、波の状況なんですが、朝はねちょっとジャンクな状況だったんですが、北西風が吹いてですね、どうにかゲッティングアウトできるような状況で、6名から、ね、10名ぐらい、サーファー入っています。で、今日は、ね、4時10分頃から、5時20分ぐらいまで撮ったんですが、ライドしている映像はほとんどですね、4時10分から30分ぐらいかな、パタパタパタっとみんな乗ってくれて、その後はですね、北西風、ちょっと爆風気味になってしまって、テイクオフが相当厳しいようなね、吹き上げられ、テイクオフしても吹き上げられるっていうかね、そのような、状況だったんで、4時半から40分ぐらいの間がね、良かったかなと思います。後半5時に向かってはもう風が強いという、そのような状況でした。で、仙台新港のサーファーね、いい波に乗ってくれていますので、あとご視聴ください、よろしくお願いします。 あとですね、この北西風とても強いんで、今は結構サイズあるんですけど、もう明日の朝もに早めに行かないとサイズのある波は乗れないんじゃないかなと思って、サイズ落ちるのはすごく早いと思います。明日土曜日なんでね、私も朝早く起きて、新港を迎えたいと向かいたいと思っています。それではご視聴ください。
そろそろ時間となります。毎日の撮影の励みとなりますので、グッド評価、コメント、チャンネル登録していただくととても嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。